今回は2つの円の共通接線、接点間の距離について一緒に勉強していきましょう。まずは解き方の手順、キーポイントですね。2つの円の共通接線の接点間の距離、この図で言うと共通接線がありますね。で、接点というのは A と B です。で、この接点間の距離なので AB の長さを求めましょうね、とそういう問題ですね。で、そういう問題を解くときにはこちらですね、この O' と B にこの垂線を引きますね。こう直角の印がありますね。そうして長方形 AOPB ですね、この長方形を作ることですね。これを作ることによってこの AB の長さを考えましょうという手順になります。では最初ですね、こちらです。 AO イコール BP とありますね。 AO と BP が長さが等しいです。長方形ですよね。ですからこことこの長さが等しいですよと。ですので O'P イコール O'B マイナス BP ですね。ここですね、ここの O'P という長さはこの O'B、 大きい円の半径からこの BP を引いたものですね。で、ちなみにこの BP というのはここにありますね、 AO と長さが同じです。で、この AO というのはこの小さい円の半径ですよね。ですからこの O'P の長さを出そうと思ったら、大きい円の半径から小さい円の半径を引きますとここが出ますよということがこれですね。では次です。直角三角形 OPO' これですね、この直角三角形ですねにおいて三平方の定理を使いますと。ですので今このキーポイント1で O'P というのは求めました。で、この O と O', ここの間の長さは出ますね。この2つの円が接しているので小さい円と大きい円の半径を足したらこの O と O' の長さになります。そうすると今ここの長さが分かってここの長さが分かりましたよと。で、求めたいのはここですね、 OP が求めたいです。ということはこれ三平方の定理ですよね。それがここです。で、 OP が出ます。じゃあ OP の長さはどこと等しいか、 AB ですよね。最初でやりましたけども長方形になりますよと。ですのでこの OP の長さを求めることによって AB の長さを求める、こういった手順を踏みますね。では解き方の手順、キーポイント暗記してください。一時停止ボタンを押して暗記しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。まず空欄ですね、自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して考えましょう。はい、どうぞ。ではいきます。この AB の距離を求める問題にあたって大切なのは図を書くことです。この AB の長さを求めるために補助線を何本か引かないとダメなんですけども、その線が引けなかった方はもうこの問題は解けません。もう一度キーポイントの手順を暗記してください。この問題はキーポイントの手順で解くようになっていますので、それを実行できるかどうかです。で、その条件がここまでですね、この P とする、ここまでが書けたかどうかです。書き込むとこのようになります。で、ここまで書き込めたらあとは簡単ですね。手順に従って勉強していきます。まず最初ですね、 OA は円 O の半径であるから、ここですね、長さはいくつかと、もちろん3センチですね。ここの長さは3です。次ですね、 O'B は円 O' の半径ですね。この円 O' の半径がこの O'B です。では長さはいくつか、もちろん7センチですね。では次です、 OA ですね。この OA と長さが等しいところはどこか、それはもちろん PB ですね。ここです。キーポイントでもやりましたけども、この AOPB という長方形を作っています。ですのでこの OA と PB の長さは等しくなります。で、次ですね、 O'P の長さを求めます。 O'P、 ここですね、どのように求めるか、 O'B マイナス PB ですね。ここの O'B から PB を引きます。で、長さは何センチになるか、4センチですね。ここの O'B というのがこちらでやりましたけども7センチで、この PB
というのはここでやりましたね。 OA と長さが等しい。 OA の長さはここでやりましたね、3センチ。ですからこの O'P というのは 7-3 で4になりますね。でここまでできたら次は三平方の定理ですね。この O'PO において三平方の定理を使います。するとこうなりますね。でこの三平方の定理なんですけども、斜辺が O と O' ですね。でそれイコールこのここの長さの2乗とここの長さの2乗を足しています。で実際に数字を入れるとこうなりますね。この OO' ここの長さはこちらが3、こちらが7書いてありますね。足すと10です。2乗すると100ですね。でもう一つこの O'P の長さですね、ここで求めました。4ですね。4の2乗で16、よって OP の2乗はこのようになります。でこれを計算するとこちらですね、84になります。で OP の長さを求めるとルート84ですね。でただしこの OP の2乗、本当は OP を出すとプラスマイナスルート84なんですよね。でも長さはプラスですので、そのマイナスルート84は考えません。でプラスルート84で、それを整理すると 2√21 になります。ですからこの OP が 2√21。 じゃあ AB はといったらもちろん同じ長さですね。そのために長方形を作っています。今回はここまでです。ありがとうございました。